はい、では行きましょう。無理関数の最大と最小ですね。ここでどういう問題あるかというと見てみてください。こんな感じで fx イコール2ルート x マイナス x で定義域が与えられてて最大最小を求めると。ね、こういうふうにルート、無理関数、ルートがある関数の最大最小ですね。でもずーっと同じことやってますね。今、この一連の動画で。最大と最小は、グラフ、少なくともややこしい時はね、増減表を書いて判断できるよと。ね、具体的な定義域の両端の値と極値を比較したら分かるよっていうのをずっと練習してますね。だ今回も一緒です。ね、例えば無理関数であろうがやることはやっぱり f'x、接線の傾きを調べて、どういう時正なのか、どういう時負なのか、どういう時ゼロなのかっていうのを調べて増減表を完成させると。それで判断させるだけですね。だこれを微分したら、これは引き算の微分なんで、これの微分引くこれの微分です。で、2ルート x の微分がね、一瞬ややこしいかもしれないですよね。慣れてなかった。ただこれもやっぱり x の2分の1乗っていう風にすれば、2分の1が前に出てね、次数が1個下がってマイナス2分の1乗になると。2分の 1x マイナスの2分の1乗になると。で、この2と2分の1計算したら、係数が1になると。x のマイナス2分の1乗っていうことは、マイナスがあるから分数になって下に行く。そして、2分の1乗っていうことはルートがつくから、ルート x 分の1になりますね。f'x の正負はこういう風に分数引くね、こういう形よりも一つの分数にした方がかなり判断しやすいんでね、通分して計算してます。あとは僕らは、これがどんな時正になってどんな時風になるかっていうのを知ればいいのでね、f'x が正になる時を考えましょうと。ね、そしたら、ルート x、これ分母はね、当然正なので、もうこの分子だけに注目したらいいってことがわかります。つまり1引くルート x が大なりイコール0で正になるよねと。ね、あとは計算すればルート x が小なりイコール1、つまり2乗したら x が1よりちっちゃいときは f'x が正になるっていうことがわかるんで、これで増減表をかけますね。与えられた定義域は0から9なので、両端は0から9と、その間にある1、ここが極値ですね。 f'x が0になると、だからここが0になると。1よりちっちゃいときはプラスっていうのを調べたんで、こっちがプラスでこっちがマイナスです。これ正負ですね。で、こう見たらもうあとは各値を比較すると、この与えられた fx の式に x が0やったらどうなるか代入して計算、1やったらどうなるかね、代入して計算、9やったらどうなるか代入してそれぞれ計算して、この値を全部で競争させたらいいですよね。一番大きな x が1の時に最大値1やと、一番ちっちゃいの x が9で最小値マイナス3になるっていうことですね。もうずっとここまでやった最大最小の動画と同じ流れで、f'x の正負から増減表を判断して最大最小ですね。定義域と比較して最大最小を求めるというやり方でした。あとはね、自分でもノーヒントでできるように、ウィダー見つけてしっかり練習しておきましょう。